ミルクサッカーアカデミーのウェバーでございます。どうもミルクサトでございます。よろしくお願いいたしま す。さあね、オリンピックなでしこなんかを見てね、今ね、なんかホカホカしてますけれど もうまさに直後に撮ってます、ね、そうですね。さあ、うん、今日の話題はということでございまして、こちらと今日も京都で遺跡の徹底解説さんでございます。よろしくお願いします。 J のお話ということでね。そうなんですよ。日本人選手の遺跡の話ということでございますね。イエスイエスイエス。わわわ、え、そうなの。そう、なんかいろんな話題がちょっと出てきまして、はあはあはあ、なんか杉本健佑、鈴木馬、伊藤真希と、うん、瞳美瑛生、川田、いろいろいますけど、オリンピック中も動くんですかっていうところで、はい、早速今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまずはマリノス的な話題からこちら、はい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 、ドンと、どん出た、はい、伊藤さん、杉本さん、伊藤さんというところで、まず一点目いきましょう。ちょっと待ってください。はい。杉本さんってマリノスに入ったの？まだ確定ではないんで、これ浦和のカラーで出してるんですが。ああ、そういうことね。はい。実はですね、7月21日の朝、横浜 F マリノスが浦和レッズフォワード杉本健佑さんにオファーは出したみたいです。本当ですか。で、しかもそれは、これうまいね、うん。レンタル。レンタルは、はあ、はあ、これ両方としてもなんとなくいいじゃないですか。はい、裏としては確かに手放すわけじゃないし。そうなんです。はいはいはい。でしかも状況としてマリノスは実は、はい、こう見たらわかりやすいんですけど、はいはいはい、いきますよ、はい。今の現状こうなんです。うん。一人だけにやらせるわけにはいきませんよね。なるほど。そしてこんなご時世ですから国内で。しかもこうね、実績もあってという。そしてマーさん、はあはあはあ、実績あるだけじゃないんですよ。はいはいはい。杉本健佑さんって、セレッソ大阪にいましたよね。いましたいましたよ。ボランチ、大木原隆弘、うん。右サイド、水沼コーター、うん。あの、ユン・ジョンファン体制あたりの時に石やってますね。なるほどなるほど。連携も期待できるということ？さらにさらにマーさん。はい。左ウィングに今回入りました、はい、宮市選手。宮市選手も入ったんだも楽しみだよ。ねえ、そして右サイドバックの松原選手。はい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 。杉本健佑選手。うん、2009年、うん、U17 ワールドカップメンバーです。わあ、いろんな連携がねつながってんだ実は。そうなんですよ。そういうのも加味してっていうのもあり得る。おそらくそうなんじゃないのかなって思いますね。はあ。でやっぱりねマリノスはそういうこと、うん、J ナンバーワンぐらいにそのほら。アタッキングサッカーじゃん。はいはいはい。だそうなってくると、杉本選手がね、うん、シュートを打つ局面とかめちゃくちゃ増えると思うんで、うんうんうん、でね、シュート成功率とか枠内率高い選手ですから、うん、合ってんじゃないかな、この遺跡ってのはすごく思うところなんですよね。なるほどね。という感じです。このコロナ禍じゃなかったら海外からバーンみたいなのもあったろうけど、ってこともありますよね。そうなんです、ね。なるほど。これ例えば他にね、今これ例えばトップ下の3番手にカバヤマ選手入れてるけど、カバヤマ選手左で基本やることもあるから、うんね、やるからか。はい、で大前選手が真ん中に来ることもあるけど、あレオセーラ選手がちょっとお怪我な時も結構あるので、そうなってくるとね、それであのポストプレーってなったらちょっと誰もいないっていう風になるとあれだから。っていうのもあるんじゃないか。はいはい。なるほど。名探偵ですね。そういう狙いでオファーを出したんじゃないかと。まだ決まってはいないということですね。けど多分もう新聞で出たレベルなので。ああ、そう。もう決まる。ほぼほぼ決まるとは。あ、そうです。この動画が出る頃にもしかしたら決まってるかもしれない、ね。なるほど ね。はいはい。そして、はい、もう一つマリノスでは大きな動きがありまして、うんうん、センターバック伊藤真希人選手がジュビロ岩田へのレンタル移籍はこちらも決定済み。はい。なりました。うん。ただ、うんちょっとこの下のディフェンスライン見ていただきたいんですけど、はい、あ怪我人がね、怪我してる方が、そうなんですね。なんか畑中選手、チアゴ選手もちょっとね、いわゆるフル稼働できるかちょっと心配な部分があるんですよ。なるほど、なるほど。ただね、ちょうど、7月21日に J リーグで工事がありまして、工事、はい、はい、すでにもうマリノスに内定してた、はい、筑波大の4年生角田良太郎選手が、登録されたんです。ほう。いわゆる、だから大学4年ですが、ね、もうプロでやるんですよ。なるほどね。で、その話は、まあ、マリノスからもうリリースは出てはいたんですけど、うんうんうん、このタイミングで登録になったので、うん、もしかすると彼はもともと左サイドバックの選手なんですが、うん、ディフェンダーセンターバックやることもあったので、はい、伊藤選手のところにスライドで角田選手入れる可能性あるんじゃないのかなっていう形ですね。はい。もともとマリノスであの松原選手をセンターバックで使ったりするケースもあったので、だからビルドアップ担当として彼入れるってこともあるのかなというところでございます。なるほど。
うん。はいはいはい。でしたと。うん。あと、ちょっと、はい、マリノスにも動きあり。うん、そうなんです。はい、あと、ちょっと、せっかくなんで、マーさんもう知らないと思うから、はい、ちょっと、新コーナーいいですか？新コーナー何？うん。ポステコグルーニュースやったースコットランドはね、名門セルティックに移籍されました、ポステコグルーニュース。監督でございます、はい、マリノスの元。なんとですね、はい、7月20日の話なんですが、うん、チャンピオンズリーグ、予選2回戦が始まりまして。いや、早いね。そうですね。で、そう、あの、このね、浦和にあの加入するあのショルツさんがかつて所属していたあの、ミッティランというデンマークのチームと、このね、セルティが対戦したんですが、結果1対1という形で、うんうん、まあ、まずは、ね、一、うん、つの試合が終わりました。はい。あ、どうも。ちなみに、はい、そうなんですよ。ちなみに、レッドカードの数も1対1でした。おぉ10人対10人でやってました。大変な試合でしたね。ちなみに先生、その、スコットランドチャンピオンだったんですかね、セルティックは。レンジャーズが。あ、レンジャーズになりまして。2位かな。なんで、そうなんですよ。なんで、今年はだから反逆のシーズンになっていくっていう感じなんですよね。そうか、そこにフラス選手もあるわけですね。フラス選手は、まあ、これからね、はい、あの、隔離とかもあるので、うん、なんやかんやあった後に、まあ、合流とかあったんで、また8月とか。悪いことしたんですか、隔離。いや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 、世界的なね、情勢がいろいろありますから、ね。めんどくさくてすいません。CL はスコットランドは、2位では、ストレートインはできないんですね。できないんです、ね。1位だったらできたのかな。できどうなんだろうね。まあ、予選途中だったような気がしますけど。なるほど、なるほど、わかりました。はい、ということでございました。うん、はい。ということで、次のシート行ってみましょう。はい、こちらでございます。はい、どん出た。いっぱいいろんな名前があるけれど。はい。はい、まず一番上行きます。一番上、はい。なんと、ミリワカでは1ヶ月以上前に言ってたことが、うんまさかの本当になりそうです。うん、まさ。うん、新都トルデンフォワード、鈴木優馬。ボローニャ？ボローニャです。すげえ。急転直下。ただ、うん、実はちょっとこれ、副次的な内容がありまして、はい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 、今、ボローニャが一番手で考えてるフォワードは、はあはあ、今、中国、上海ポートに所属している、入ってるね、はい、アルナウトビッチさん。はい、アルナウトビッチさん。ただ、彼の移籍金がどうやら13億ぐらいかかるらしいんです。あらま。で、うまくいってないんですって、交渉が。あ、そう。うん、そんな出せんと。ボローニャとしては。うん。はあ、で、はあ、セカンドプランが約7億円のユーモ、はあ、っていうのはもうまことしやかな話なんですか？あ、もう、あの、はい、いやいや、ちょっと会長とかまで新都トロイデン認めてる感じなんで。ああ、そうなんだよ。じゃあ間違いないよね。しかも金額までやや認めてて、はあはあはあ、ちょっと演じますけど、うん、いや、ユーモ鈴木が移籍してくれたら、悪いやつだな。7億円ぐらい、ね。いや、悪いやつだな。いや、悪い取引じゃない。今、うちは今年、うん、夏まだ1人しか獲得できてないんだ。うん、そして、借金が約7億円あるんだね。なるほどね。ちょうどいいってことですね。ぴったりじゃねえか。ちょうどいいってことですね。そうなんです。はあ。これ決まってほしいね。んうん。で、しかもね、本人が行きたいイタリアですから。そうだね。うん、ちょっと決まるといいなと。上海ポートって上海上皇ですね。だもうあの、今年からね、そういう名前つけちゃいけなくなったってなって。そうなんですね。そうですね。上海上皇のことなんでしょ、これ。そう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 。そう、そう。企業名だったんですね、上皇、ね。そうなんですよね。ということでございます。なるほど、わかりました。うん、はい。そして、二つ目、富安はどうなりそうなんですか？富安選手は、まだ決まってない、ね。富安の部屋に鈴木が住むわけでしょ？どう考えても。そういうことになりますよね。だから、ちょっと早いことね、それ。ユーマ選手としても早くちょっと出てもらわないと ね。鍵、でも鍵綺麗な状態でもらいたいでしょ？でも、ある意味、決まらないっていうのを我々からしたら、ちょっと、まあ、決まってっていうのもあるんだけど、うん、それだけヨーロッパ市場を賑わしてるっていう、なるほど。わけですね、そういうことか。はい。そういうことでもありますよ。はい、そして、次ね、ちょっとカラーリングいっぱい持ってきましたけども、うん、いろんな遺跡がありました。まず左上ですね、琉球のフォワード、人見拓也選手、大卒2年目ですね、はい、が、J3、長野パルセールに移籍することになりました。育成型レンタル遺跡でございます。なるほど、まあさ、これね、はい、ちょっと長野サポ聞いてくださいねっていうところで犬で言うんですけど、はいはいはい、ちょっとね、長野サポの皆さんが、補強そこっていうのが結構多かったんです、意見としても。実はね、人見選手、うん、フォワードの選手なんですけど、うん、長野ことしたの、この間ね、我々、森川選手もインタビューさせていただきましたが、前線めっちゃいるんですよ、今年。はいはいはい。だから多分、サポーターの皆さん的にも、え、フォワードいっぱいあるとこでフォワード補強すんのってのがあったと思うんですが、ただちょっと伝えたいことがある、ね。名探偵には何か一案あるわけですね。そうなんです。一つ、気づいちゃってるわけですね、何かに。人見選手と、ボランチの坪川選手、うん、高校の同級生。なるほど。そして、サイドアタッカーの藤森選手とは、
大学の同級生。名探偵だな、及ばなかったな、そこまでは。ってことは、そこで連携が。期待できる。そして黄金時代を作りに行く可能性もあるってことだね。そう。だからもしかしたら、長野としては、いっぱいフォワードあるけど、特訓とかいろいろやってみて、なんかこう、もう一個やりたい、なんかアクションあるんじゃないですか。なるほど。あそこだけ繋がれば、その戦術うまくいくという。そこで、坪川瞳、辻島頼むっていうのかもしれない。なんか誠しやかな。説得力あるな、それ。ありがとうございます。聞いたわけじゃないでしょ、その。もちろん、もちろん。そういうことなのかなって思います。いいですね。なるほどね。いや、でもなんかそう、へえ、面白。はい、そしてその下、これね、ちょうど我々、昨日の夜は、なでしこの同時視聴配信やってましたが、その同時視聴やってる時に出た遺跡なんですけども、ジェバン徳島ボルティスから、実は大宮 RD じゃねえ、川田敦選手移籍ということになりました。しかもこちら、完全移籍ということで。完全移籍だ。はい、こちらも大宮ってフォワード結構いますけど、うん、下田監督が多分おそらくね、もう欲しいっていうところで多分取った選手だと思いますので、うんうん、だおそらく川田選手はね、いわゆる J2 でやっぱ2桁とかもうちゃんとこう取ってくるような選手ですから、だからこれから残りハーフシーズンで、それこそ6点、7点とか全然見込めると思う、うん、ちょっと楽しみだな。うん、ドリブラーと相性いいんですよね。で、なんで最近ね、柴山雅也選手とか黒川敦選手とかいっぱい出てますから、うん、そこら辺と合うんじゃないのかなっていうところでございますね、大宮ね。なるほどね。これで大宮はね、意識し改正になっていこうっていうこともあるんですね。なってたじゃないですかね。はいはいはい、うん、そして、残り3人でございます。うん、まずは真ん中左ですね。もうニュース見ましたね。そうなんです。横浜 FC に、フォワードビゼウ選手がやってきましたということで、うんうん、まあ何回も言ってますけど、今回5人加入するんですよね、外国籍選手。はい、ピゼさんブラジル人っていうことらしいですね。そうです。はいはい。そうなんです、うん、で、さらにこれね、朗報として下にも書いたんですが、うん、なんと、夏加入の新外国籍選手の皆さんは、うん、早ければ来週には来日 OK ということになるみたいで。あ、そうなんですか、なんでなんかそういうあれらしいです。なんか OK になるらしい。今のレギュレーションだったってこと。そうそうそう。へぇー。で、そこから14日間の隔離はあるから、多分8月の。まあ、隔離はあるよね。そうそう。うん、なんで、お盆あたりが最速で各チームへの合流になるんじゃないかなというところ。なるほど、なるほどね。はい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 。ただやっぱり5人合流するってことは、うん、当然ですがね、A 契約っていうところでの人数制限もありますので、うん、まあ、横浜市逆に言うと5人ぐらい去る可能性はありますよと。ああ、そっか。で、昨日ね、杉本選手が横浜市から、まあ、ベルディに移籍だよっていうリリースは出させていただきましたけど、今日の中では一つ、カルフィン、ヨンアピン選手が、うんうん、契約満了と。そっか。はい。ということで、うん、まあ、残念ながら。なるほどね。ただ、これすごい話だよね、マーサ。うん。カルフィン・ヨンアピンという、うん、いわゆるもう J1 でも全然戦えてるディフェンダーが、うん、しかも、外国籍選手だけど J で実績もありつつ、こう、野に放たれたわけです。そうですね。移籍金なく獲得できるんです。確かにこれモテモテな可能性ありますよ。これも J2、J3 みんなもグワーっていくでしょ、これはね。本当だね。さあどうなるのかと。こういったところです、ね。なるほどね。そして、その右二人ですけれども、うん、山形に新卒で、東洋大から横山瑠衣選手が、うん、加入することになりました。もともと FC 東京の U18 出身の選手でもあって、ちょうどね、この発表が行われる、ちょっと前に行われた大学の試合でも、得点決めたりだとかしてるんですけど、サイドアタッカーとボランチ両方務められて、ちょっと稀有な選手。ああ、でも、近代的な。そうなんですよ。うん、ただ、ないとは思うんだけど、ちょっと言うと、うん、今山形で活躍してる南修斗選手。うん。まあ、すっごい大きい括りで言えば、ちょっと似てるんですよ。ああ、ということはもしかしたらそういうことなのかなっていうのを。名探偵的な南選手が出ちゃうことが、もうなんとなく決まってるので、この選手を取ったんじゃないかという。可能性はあるかなと思いましたね。そして一番右は、金沢にね、拓殖大の左サイドバック、うん、長峰優斗選手が加入が決定しております。はい、これ良かったなと思うのが、拓殖大からってそんなになかなかこう、例えば10人、20人っていう形でこうね、新卒加入っていうのはそんなにないチームではあるんですけど、うんうん、だから拓殖大の先輩である小林優選手、川崎フロンターレ。そうだ。そう。だから彼がツイッターで、長峰選手頑張れなんてこう先輩からエール送ってるみたいな、なんかちょっとほっこりしたな、ってこともありました。なるほど。はい。いやー、もう、つつかなくね、今日の遺跡の話題がスンと入ってきますから、私。ありがとうございます。私あんまり文字読めないんで、でもスンと入って嬉しいです。ありがとうございます。そんな方多いと思いますんでね、ぜひ、見る中で、ね、お耳でなんかしながらね、はい、筋トレしながら聞いていただいて。よろしくお願いします。お料理しながら聞いていただいて。はい。そして今日の夜ですね、7月22日の、ねはい、木曜日の夜、はい、19時半から、まあ、試合は8時からですけれども。ついにですよ。
はい、うん、男子日本サッカー U20 日本代表 VS U20 南アフリカ代表、同時視聴配信やりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。ワイワイ言うたりましょうということで、いよいよです、先生ね。はい、どんなことになりますか、はい、ということでございまして。今夜また生でお会いしましょう、はい。ミルクサッカーアカデミーチャンネル登録、そしてこの動画が面白かったという方はね、グッドボタンをグッドグッドグッドでお願いしますよ。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。毎日やってます。いろいろやってます。井上真でした。ノーミルクサッカーでした。皆さん先生、ありがとうございました。ありがとうございました。Have a nice summer! Have a nice day!